マリア・ニコライブナ・ロマノバは、最後のロシア皇帝ニコライ二世とアレクサンドラ、皇后の第三王女。ロシア大皇女。1917年の2月革命で成立した臨時政府によって、家族と共に監禁された。翌1918年7月17日未明に、エカテリンブルクの一派チェフ官において、ヤコフ・ユロフスキーが指揮する銃殺隊によって、 長方規的殺害が実行され、家族や従者と共に19歳の若さで銃殺された。2000年にロシア正教会によって新知名者として劣勢された。第一次世界大戦中には二人の姉のように赤十字の看護師になるにはまだ若すぎたため、その代わりに病院の講演者となって負傷した兵士たちを見舞った。生涯を通じてロシア軍の兵士に強い関心を持ち、 平氏と結婚して大家族を持つことを夢見ていた。1991年にエカテリンブルク近郊の森林で殺害された皇帝一家の遺骨が発掘されたが、欠落していた大公女の遺骨は彼女のものであるかもしれないことが示唆された。しかしながら2007年に別の場所で欠落していた大公女の遺骨も発見され DNA 鑑定によって1918年に 皇帝一家全員がエカテリンブルクで殺害され、一人も生存していなかったことが証明された。1899年、マリアを抱く母親のアレクサンドラ皇后1901年、姉のオリガ、タチアナと皇室ヨット、スタンダルト号にて、王ばの娘ビクトリア王女と1909年1910年、マリアとタチアナ1912年、 または1913年、満面の笑みを見せるマリアロシア皇帝ニコライ二世とアレクサンドラ皇后の第三王女、ロシア大皇女マリアニコライブナは1899年6月14日に皇室が例年夏の時期を過ごすペテルゴフにあるアレクサンドリアの離宮で誕生した。妊娠中のアレクサンドラは数回気絶を経験し車椅子生活を余儀なくされていた。 ニコライ2世は幸せな1日、あるじは私たちに参上を授けてくださった。マリー、12時10分に無事に生まれた。アリックスはほとんど一晩中寝られず、朝になると痛みが強くなった。ほどなくして何もかもが終わったことを神に感謝。私の最愛の人は終日、体調が良好な様子で赤ちゃんに母乳を与えたと日記に書いた。 ニコライ2世の上の妹のクセニア・アレクサンドログナ、大公女もこのイベントに関心を示し、すべてが無事に終了し、待つ、身の不安がついに終わったことの嬉しさ。けれど、息子ではなかったという失望。かわいそうなアリックス。私たちはもちろん、男の子でも女の子でもどちらでも喜んではいるのだけどと書いている。ニコライ2世の家族の絆は強かったと言われている。4人姉妹は、 いつも仲良しで、マリアは特に妹のアナスタシアと仲が良く、多くの時間を過ごし、一つの寝室を共用していた。姉のオリガとタチアナも二人で一つの寝室を共用しており、彼女らが大きなペアと呼ばれていたのに対し、下の二人は小さなペアと呼ばれていた。四人はオットマという合同のサインを結束の象徴として使用していた。四姉妹の身くらいの故障である。 大公女は、元のロシア語では、と呼ばれ、英語では最も一般的に、インペリアルハイネス、最も正確には、グランドプリンセスと訳された。インペリアルハイネスは、ただの殿下に過ぎない、ロイヤルハイネススと訳された他のヨーロッパの王女よりも、序列が高いことを意味していた。四姉妹は、刺繍や編み物を教わり、チャリティーバザーに出品するための作品を準備することが、求められた。 また、祖父である、アレクサンドル3世の代からの質素な生活スタイルの影響を受けて、厳しく育てられ、病気の時以外は、枕なしで硬い簡易型ベッドで眠り、朝に冷水浴をした。大きくなると、簡易ベッドは変わらぬものの、部屋の壁には、イコンや、絵画や写真が飾られ、豪華な化粧台や、白や緑の刺繍を置いた、クッションなどが入り、大きな部屋を、 カーテンで仕切って、浴室兼化粧室として4人共同で使用した。10代になると、冷水浴をやめて、夜に、フランスはコテの香水の入った温水のバスを使用するようになったが、マリアは、いろいろな香水を試した末に、リラを常時使用するようになった。4姉妹は、簡易ベッドを流刑地まで持って行き、最後の夜もこのベッドの上で過ごすことになった。 1905年からニコライ2世は祭祀をチャールス・コエセロにある離宮、アレクサンドロフスキー宮殿に上住させるようになり、5人の子供たちは外界とほとんど途絶してこの宮殿内でアレクサンドラに溺愛されて育った。早朝から午後8時頃までは執務室で公務に励み、その後の時間は家族との団らんに当てることを日課としていたニコライ2世についても、国事に専念せずに、 家族の団らんを好んだという批判的な見方もあった。ニコライに世一家が揃って公的の場に現れることは稀だったが、皇室内での出来事はすべて詳細に公表されており、特にマリアの弟のアレクセイが誕生して以降、一家の注目度は高まった。公的な活動や発言はすぐに写真入りの雑誌や新聞やニュース映画で報道され、その肖像入りのハガキ、額縁、 飾り皿は世界的なベストセラー商品となった。マリア皇太后を筆頭とするロマノフ家の親戚は、アレクサンドラの生活スタイルや子供の育て方を認めようとせず、長年一家との交際を避けていた。アレクサンドラの方も、マリア皇太后の社交好きの生活スタイルを軽蔑していた。ニコライ2世の母親のマリア皇太后と彼女に似た。 性格の上の妹のクセニア・アレクサンドロブナ大公女は華やかな帝都サンクトペテルブルクに留まることを好み、利休には滅多に顔を出さなかった。弟の中で唯一存命していたミハイル・アレクサンドロビッチ大公に至っては、ほとんど一度も利休を訪れなかった。控えめな性格である下の妹のオリが、アレクサンドロブナ大公女のみが唯一アレクサンドラに同情的で、 一家と親しい付き合いをしていた。外の世界と引き離された四人姉妹にとって、コサックのこのエ兵や皇室よと、スタンダルト号の乗組員たちは、数少ない気軽に話ができる相手であった。他の人間とも接する機会を与える、必要性を感じていたオリンガ・アレクサンドロ・ブナは、毎週土曜日は、サンクトペテルブルクからやってきて、アレクサンドラを説得し、彼女たちを街に連れ出した。 まずおばと4人娘は、サンクトペテルブルク行きの汽車に乗り、アニチコフ宮殿にて、祖母のマリア皇太后と昼食を共にし、その後に、オリガ・アレクサンドロブナの屋敷に行って、そこでよそから来た、若い人々と一緒にお茶やダンス、ゲームを楽しんだ。この若いおばは、後年に、この少女たちは一分も無駄にせずに楽しんだと、回想している。同時代の人々は、 マリアの外見の特徴について明るい茶色の髪と大きな青い瞳の持ち主と説明した。幼い頃は細身の二人の姉と違ってぽっちゃりと太って丈夫に育ったので母親のアレクサンドラが将来の結婚を考えて体重の増加を心配し絶望に陥っていたほどであった。アレクサンドラの親友で女官を務めたアンナビル・ボバはマリアについて 素晴らしい瞳とバラ色な方を持っていた。死し,しつきの良い傾向があり、彼女の美しさをややそいでしまうかなり厚い唇を有していたと述べている。ニコライに世一家と共に殺害された皇室主治医、エフゲニー・ボトキンの娘、タチアナ・ボトキナは、穏やかで優しい目つきをしていると感じたという。その要望をサンドロ・ボッティチェッリの描く天使に例えられることもあった。 大王子のウラディミール・アレクサンドロビチ大公はいつも明るく笑顔の彼女を愛らしい赤ん坊と呼んで慈しんだ。マリアは穏やかな気性であったがいたずらな一面もあり母親のティーテーブルからいくつかのビスケットを盗んだこともあった。アレクサンドラと女家庭教師は罰として夕食抜きで早寝させることを示唆したがニコライ二世は私は常に 翼が成長していくのを恐れていた。彼女が唯一人間らしさを持った子供のように思えて嬉しいと述べてこれに反対した。マリアは父親が大好きだった。パパに合わせてと言って頻繁に保育室から脱出しようとした。1901年にニコライ2世がクリミア滞在中にジョーチフスに罹患し瀕死の状態になった時は彼の 小さな肖像画に毎晩キスをした。政治に強い関心を持つアイルランド出身のほぼ、マーガレッタ・イーガーが友人とドレフィウス事件について熱く、議論している間、まだ幼かったマリアが、浴槽から飛び出し、宮殿の廊下を全裸で走り回ったことがあった。おばのオリガ・アレクサンドロ・ブナは、後年に、幸いなことに私はちょうどその時に到着し、彼女をつかみ、抱えていったが、 ミス・イーガーはまだドレフィウスについて話していたと当時を回想した。マーガレッタ・イーガーによるとまだアナスタシアが生まれて数ヶ月の頃に姉のウリガとタチアナは保育室内の一角に自分たちのための椅子の家を建ててマリアをメシ使いのように扱い彼女を仲間外れにした。イーガーはマリアとアナスタシアのためにもう一方の端に別に家を作ってあげたが マリアの視線は常に部屋の反対側に向けられていた。マリアとアナスタシアはいつも同じ服を着ていた。二人は自分たちの部屋に置かれた蓄音機を大音量で再生して一緒に曲のリズムに合わせて踊ったりもした。マリアは積極的で活発な妹に圧倒されがちであり、アナスタシアが歩いている人をつまずかせたり、誰かをからかったりした時に妹を制止することは、 できなかったが、その代わりにマリアはいつも相手に謝ろうとした。フランス語の家庭教師を務めたピエール・ジリアールは、マリアは親切で温かい心の持ち主であり、彼女の姉たちは小さな太ったワンちゃんと呼んでその性格の良さを多少なりとも利用していたと述べている。1910年にマリアはオリガに促されて、姉のオリガに彼女専用の部屋を与え、彼女がドレスの裾を下ろして、 長くするのを許可するように頼む手紙を母親に送った。マリアは後に手紙を送るアイディアは自分自身が思いついたことだとアレクサンドラを説得しようとした。マリアにはスケッチの才能があり左利きだったと言われている。学業には基本的に無関心であった。10代後半になると英語の家庭教師を務めるチャールズ・シドニー・ギブスを 地面から持ち上げられるほどの怪力も発揮するようになった。思春期になると浮ついた感じになり、怠けがちで陽気すぎるという欠点もあった。月経期間になると怒りっぽくなるため、母親と姉妹たちはこれをベッカー夫人の来訪などと表現した。マリアジヒツのサインカード。ルイス・マウント・バッテンは1979年に爆死するまで、 自室のベッドの横にこの肖像写真を飾っていた1914年、マリアが最も興味があるのは、結婚や子供についてのおしゃべりをすることであった。ロシアの兵士と結婚し、子供は20人欲しいと語ったこともあった。マーガレッタ・イーガーによると、マリアはかなり若い頃から兵士が好きだった。1910年に、マリアは知り合った一人の若い男性に対する、 片思いに悩んでいたことが報告されている。アレクサンドラは同年12月6日の手紙で彼のことであまり思い悩まないようにしなさい。これは私たちの友人が言ったことですと書き、人々がマリアの片思いについて不親切なことを言うかもしれないので気持ちを胸の内にしまっておくのが最善だと助言している。姉のタチアナも美人の誉れ高かったが、 ロマノフ家の伝統的な美しさを継承したと言われていたのはマリアであった。マリアのいとこで彼女より一歳年下のルイス・マウント・バッテンも好意を抱いていることを認めていた。僕は彼女にすっかり夢中だ。結婚することに決めた。彼女以上に美しい女性なんか想像できっこない。ああ、彼女たちは好奇でとても可愛らしく、写真で見るよりもはるかに美しい。 僕はマリーに虜りこだ、彼女と結婚することに決めた。彼女は疑いようがないぐらいに素敵だった。僕は自分の寝室の暖炉棚に彼女の写真を置いている。常に飾ってあると告白している。マウントバッテンはその後に結婚したが、生涯彼女の面影を追い続けた。1979年に爆殺されて、非合の死を遂げた時に彼の寝室のベッドの横には、 マリアの肖像写真が飾られていた。かつて姉、オリガの縁談相手であったルーマニア王国の王太子カロルは1915年に皇宮を訪れた際、マリアとの婚約を申し込んだが、ニコライ2世はマリアはまだ結婚するには若すぎるという理由で笑って取り合おうとしなかった。第一次世界大戦中にマリアと彼女の姉妹、母親は時々、 モギリオフにある軍曹司令部で最高司令官の任務を遂行する父親ニコライ二世と彼に同伴した弟、アレクセイを訪問した。マリアはこの訪問中にニコライドミトリエビッチ・デメンコフという名の当直将校に恋愛感情を抱いた。チャールス・コエセローに戻った後はしばしばデメンコフによろしく伝えてね、とニコライ二世に頼み、皇帝に送る手紙に冗談で、 デメンコフ夫人と署名したこともあった。マリアはデメンコフのためにシャツを脱い、その後に二人は何度か電話でも話をして、デメンコフは送られたシャツを気に入っていると話した。しかし、ロシア革命の勃発により、本格的な交際には至らずに終了した。姉妹はデメンコフに夢中のマリアを時々からかった。オリガはある日の日記に、明日、アーニャは、 ビクトル・エラストビッチとデメンコフをお茶に招待します。当然のことながら、マリアは、とても嬉しそうです。と取り上げている。1914年頃、妹のアナスタシアとピエール・ジリアールは4人の大公女にとってアレクサンドラは、絶対的な存在であり、母親が病気の時には4人娘が一歩も外出が、できなくなってしまうほどであったと述べている。息子、 アレクセイの病気を治したとして、アレクサンドラから信頼を勝ち得たグリゴリー・ラス・プーチンと皇帝の子供たちの親密な友情は、やり取りされた手紙の内容からも明らかになっている。ラス・プーチンは1908年に、当時9歳のマリアに宛てて、私の親愛なる魔よ。海や自然とどんな風に話したのか教えておくれ。あなたの素直な心が好きだよ。私たちは近いうちに会えるね。 ではまたねという内容の第一の伝報を送っている。第二の伝報では、私の親愛なるマよ。小さな友人よ。主はあなたに苦難を乗り切るためのキリストの知恵と喜びを授けてくださるだろう。この世はすでに日暮れ時のようだ。それが心配事なのだと送っている。1909年2月には、すべての子供たちに神の自然の全体を 特に彼が地上に創造した万物を愛しなさい。神の母は常に花や針仕事に従事されておられるのだと助言する伝報を送っている。ラスプーチンはある時から子供たちの保育室への出入りも認められるようになり、保育室に勤務するソフィア・チュッチェバは出入りを禁止しようとして苦情を入れたが、アレクサンドラはこれに腹を立てて彼女に暇を言い渡した。その後、チュッチェバは アレクサンドラの姉であるエリザベータフヨドロブならに、ニコライ二世一家の話をした。エリザベータは、妹の目を覚まさせようと努力して自分から彼女に、会いに行ったりもしたが効果はなく、最終的には、不和が講じて、互いに交際しなくなった。ラスプーチンが、子供たちの部屋を訪れた話については、すべての報告で完全に潔白とされ、一家は憤慨した。チュッチェバは、 マリアのおばのクセニアにも、ラスプーチンが寝る用意をしているオリガとタチアナの、ところまで行って、彼女たちと会話をして、抱きしめたり撫でたりしているという話をした。また、ラスプーチンの話を彼女にしないように子供たちが、教えられていたことや保育室スタッフには、彼の訪問を隠すように注意されていたという話も、した。チュッチェバの話を聞いた。 クセニアは1910年3月15日に、ラスプーチンに対するアレクサンドラと彼女の子供たちの態度について、非常に信じられないし、理解を通り越していると書いている。ラスプーチンはアレクサンドラのみならず、4人の大公女たちまでも誘惑したという噂が、世間に広まった。印刷されない話が人から人へと伝わり、ラスプーチンが、ニコライ2世を室外に出してアレクサンドラと寝た。 ラスプーチンが4人の大公女全員をレープしたという噂まで飛び交う始末だった。ラスプーチンと敵対した修道司祭の入り踊る別れから見せびらかされたアレクサンドラとその4人の娘たちが彼に向けて書いた熱烈な手紙を盗み出し、そのコピーを大量にばらまいた。ラスプーチンとの性的関係を持っているかのように、示唆する皇后、4人の大公女アンナビル・ボバのルードが、 背景に描かれたポルノ漫画も登場した。スキャンダルが広まった後、アレクサンドラについての悪評が広まるのを懸念した、ニコライ2世はラスプーチンに対してしばらく、サンクトペテルブルクを離れるように命じ、ラスプーチンはパレスチナへの巡礼の旅に出た。こうした噂にもかかわらず、ラスプーチンと皇室の交流は1916年12月17日に、彼が暗殺されるまで続いた。 アレクサンドラは暗殺の十一日前に、ニコライ二世に宛てた手紙で、私たちの友人は、彼女たちは、年齢の割に困難な道筋を経験し、心が大いに成熟していると話して、私たちの女の子にとても満足していますと書いている。AA モルドビノフは、回顧録の中で、ラスプーチンが暗殺されたニュースを知らされた夜に四人の、大工女がいずれかのベッドルームのソファーの上に密接に、 身を寄せ合って座り、ひどく動揺していたことを報告している。暗いムードにあったことを振り返り、モルドビのフには彼女たちが迫り来る政治的混乱を感知していたかのように思えたという。ラスプーチンはマリアと彼女の姉妹、その母親が理ンに署名した遺婚で埋葬された。マリアも1916年12月21日のラスプーチンの葬儀に参列し、一家は 彼が埋葬された場所に礼拝堂を建設することを計画した。2年後の皇帝一家殺害を指揮したヤコフ・ユロフスキーは大公女が4人とも殺害された時にラスプーチンの写真に彼の祈りの言葉を添えた魔よけのロケットペンダントを首にかけていたと証言している。マリアは母親と同じく血友病の遺伝子の保因者であった説が指摘されている。もし保因者であった場合には 次の世代に血友病患者が出た可能性が少なからずある。イギリス女王、ビクトリアの5人の娘のうち、次女のアリス王女と5女のベアトリス王女が保因者であった。そして、マリアの弟のアレクセイが診断される前から、アレクサンドラの母方のおじのオールバニコレオポルド王子、アレクサンドラの兄のフリードリヒ、アレクサンドラのおいのバルデマールとハインリヒがすでに血友病を発症していた。 オリガー・アレクサンドロブナは晩年にインタビューを受け、マリアが1914年12月に扁桃腺の切除手術を行おうとした時の状況を話している。あまりの激しい出血にアレクサンドラから手術の続行を命じられた担当医師もひどく取り乱してしまったほどであった。イが4人とも通常の人間よりも激しく出血したので4人全員が 母親と同様に血友病の遺伝子を保有していたと考えているという見解を示している。メンデルの法則の反性劣性遺伝に従って、血友病は女性によって遺伝されるが、稀な例外を除いて女性は基本的に利病しない。血友病の無症候性キャリアの女性でも血液凝固障害を引き起こすことがあり、それが出産や返答腺切所などの外科的な処置を行う。 最に大量出血を引き起こす原因になる。皇帝一家の遺骨の DNA 鑑定によって2009年にマリアの弟のアレクセイが稀なタイプの血友病 B を発症していたことと彼の母親と4人の姉のうちの1人が血友病の遺伝子を保因していたことも証明された。それまでその症状からビクトリア女王の子孫の何人かは血友病に苦しんできたと結論付けられていたが 具体的な証拠がなかった。王家の病の発症者で最後に存命していたのは1945年に亡くなったバルデマールであった。ロシアの専門家は血友病の遺伝子を保因していた大工場をアナスタシアだと推定したが、アメリカ合衆国の専門家はその遺骨をマリアのものと推定しており、どちらの主張が正しいかは未だに謎のままである。1915年頃、 アナスタシアと共に負傷兵を見舞うために病院を訪れたマリア1916年。右から2番目1916年。姉のオリガ、タチアナと1917年春に南京下のサールスコエセローにて、オリガ、アナスタシア、タチアナと第一次世界大戦中にマリアは妹のアナスタシアと一緒にサールスコエセローの利休の敷地内にある民間病院を訪問し、 不傷兵を見舞った。不傷兵らと一緒に、チェッカーやビリヤードで遊び、彼らの士気を高めようと努力した。ドミトリーという名の不傷兵は、マリアの美貌録に、彼女の愛称の一つ、有名なマンドリフォリーという署名を入れた。マリアとアナスタシアはここでの奉仕活動が大変、自慢で、不傷兵の写真を撮影したり、不傷兵の話し相手になったりした。 マリアは自分たちと患者の写真を一冊のアルバムにまとめ、同病院の看護師を務めていたタチアナ・ボトキナにプレゼントした。戦争中にマリアとアナスタシアは看護師の学校を訪問し子供たちの世話をすることもできた。マリアはニコライ2世に送った手紙の中で子供たちに食べさせたり子供の顎からこぼれ落ちたおかゆを拭いてあげた時に父親のことが頭に浮かんだと書いている。 1917年2月23日に首都ペトログラードにおいて2月革命が勃発した。この前日にニコライ2世は最高司令官の職務を果たすべく、モギリオフにあるスタッフ家に向かうために首都を離れたばかりだった。この大混乱のさなかにニコライ2世の5人の子供全員がハシカに襲われた。5人の子供の中で最も健康で、最後に罹患したマリアは皇室に忠誠を尽くす。 幼兵士たちに嘆願するために2月28日夜にアレクサンドラと一緒に外に出た。間もなく病気になり瀕死の状態になった。彼女は回復の兆しを見せるまで父親が退位したことを知らされなかった。このし下が治った後、マリアは非常に細身の体型になった。アレクサンドラから退位を知らされた時の様子をマリアはママは嘆き悲しみました。 私も泣きました。でも、その後のお茶の時には、みんなで笑おうと努めましたとアンナビル・ボバに語っている。まず1917年3月21日に、アレクサンドラとその子供たちが、チャールスコ・コエセローの宮殿で逮捕され、翌22日は、ニコライ2世も宮殿に戻り、一家は自宅南近海に置かれた。ついでるシャと、非戦、ルーシ号でシベリアのトボリスクまで移送され、 1917年8月26日から、この地の旧地事故者で生活を開始した。トボリスクの敬語兵は、友好的であり、大公女たちも彼らとよく話をしたが、その中でもマリアはすぐに、彼らの妻や子供の名前を全部記憶してしまった。マリアは外を自由に散歩することができる場合に限り、いつまでもこの地に住んで幸せになるというコメントをトボリスク滞在時に残している。 それでも、彼女は常に監視されていることは認識していた。全県委員がトボリスクに向かっているというニュースを聞いた、マリアは所有物が探索されることを警戒して、アナスタシアと一緒に手紙だけでなく、トボリスク滞在時の4人の大工場はシカにかかった際に髪の毛を全部剃ってしまったために、まだ短い髪のままだった。ニコライ2世は、 母親のマリア皇太后や妹のクセニアに頻繁に手紙を書いたが、アレクサンドラはアンナビルボバラ知人には熱心な信仰に関する思いを書き連ねていた手紙を送っていたものの、マリア皇太后には一通も手紙を送らなかった。母親に感化されていた娘たちも祖母には一通も手紙を送らなかったと言われている。とぼリスクでのマリアの様子を記憶しているクラウディア。 ビットナーは回顧録の中で次のように述べている。ニコライ二世夫妻が身柄をトボリスクからエカテリンブルクへ移送された際には、大公女の中でマリアは唯一同伴した。タチアナはアレクセイの面倒を見るために残る必要があり、アナスタシアはまだ若すぎたし、オリガは病気がちになっていた。マリアは大好きな両親と運命を共にしたいと考えて同伴を決断し、 私が行く後名乗り出た。アレクサンドラの友人のリリー・デーンは、革命が彼女を子供から女性に変えたと書いている。マリアと彼女の両親は1918年4月30日に、エカテリンブルク市内にある周りに、木の柵が張り巡らされた、一チェフ間に到着した。トボリスクに残った姉妹に送った手紙の中で、マリアは家族に対する規制が強化されることについての不安を述べている。 1918年5月2日の手紙では、ああ、今は何もかもが複雑だわ。私たちは8ヶ月間平和に暮らしてきたけど、何もかも今は、やり直しと書いている。イパチェフ館で当直勤務を行ったボロビエフは、マリアと彼女の両親のイパチェフ館での様子について、次のように言及している。他の4人の子供たちもここから、イパチェフ館に到着し、一家は、 再会を喜び合った。その日の夜はマリアは床に寝て、自分のベッドにアレクセイを寝かせた。一発へ俯瞰でもマリアは自ら進んで、警護兵たちと仲良くなろうとした。マリアは所持していたアルバムから写真を取り出して、その家族について彼らと語り、解放されたらイギリスで新たな生活をスタートさせたいという彼女、自身の希望を話した。警護兵の一人。 アレクサンドル・ストレコチンは、後年にふざけるのが大好きな少女だったと、回想している。もう一人の敬語兵はマリアについて、感謝をもって彼女が健康的で美しく、威厳のある雰囲気は醸し出さず、親しみやすかったと述べている。かつて敬語兵を務めた別の人物は、エカテリンブルクでおそらくマリアがあまりにも彼らと親しく接しすぎるためによく母親に、 小声できつく叱られていたことを回想している。前室のストレコチンは会話はいつも一人の10代の少女が私たちはとても退屈しています。トボリスクでは常に何かがありました。私は知っています。この犬の名前を言い当ててください。と笑いながら囁いて見張り番に歩み寄り、それから始まっていたことを書いている。警護兵が身の程を飽まえずに、 下品なジョークを発してしまったために気分を害した、立ち穴が青ざめた顔で部屋から飛び出したことがあった。マリアは彼らをじっと見つめて、そのような、恥ずべき言葉を使用しても、自己嫌悪を感じないのはなぜでしょう。両家の女性に対して、そのような軽口で言い寄って彼女があなたに好意を持つと思いますか礼儀をわきまえた、きちんとした男性であれば、仲良くやっていけますと悟したという。 21歳の警護兵イヴァン・フレスチェフは大工女の一人。6月26日にマリアに好意を抱く警護兵の一人、イヴァン・スコロノドフはマリアの19歳の誕生日を祝うためにバースデーケーキを館に密かに持ち込んだ。マリアは家族から黙って姿を消し、館の抜き打ち検査を。何人かの警護兵の回顧録にはこの翌日のオリガと立ち穴が マリアの軽率な行動に対してひどく怒っていたことが書かれている。特にオリガは敵の警護兵連中と仲良くできるマリアが理解できなかった。この事件以降、しばらくはアレクサンドラとオリガはマリアが自分の家族の人間ではないかのように彼女に冷たく接し、関わり合いを避けた。この事件を機に監視体制が強化された。アレクサンドラは翌日の日記に私たちは 窓の下で私たちの窓のどんな動きも見逃さず監視するよう厳しく見張りに命じる声を聞いたと記している。7月14日、ミサのためにロマノフ一家の元を訪れた地元エカテリンブルクの被災は死者のための祈りの時にマリアと彼女の家族全員が監修に反して一斉にひざまずいたり様子がいつもと違っていたと報告している。 司祭は退出するために大公女たちの前を通り過ぎた時、彼女たちから小声でそっとありがとうと言われたということも述べている。ところが、7月15日の折りガを除く3人の大公女は、お互いに冗談を言い合うなど上機嫌な様子で、館に派遣された4人の掃除婦が床を吸って磨くことができるように自分の部屋のベッドを移動させる手伝いまでしたという。姉妹たちは、 両手と両膝を下について掃除婦を手助けし、警護兵が見ていない暇に彼女らに小声で話しかけたりもした。4人の若い女性は、全員とも前日の服装と同じ長い黒のスカートと、白のシルクのブラウスであり、その短い髪は、ボサボサで乱雑であった。 姉妹たちはマリアがアレクセイを持ち上げることができるほど力強いことを自慢したり、いかにして身体運動を楽しんでいるかなどを話していた。7月16日、マリアの人生最後の1日、4人の大公女は午後4時に普段通りに父親と一緒に庭を散歩し、敬語兵によると特に変わったところは見られなかった。夕食時に長い監禁生活の間に、 アレクセイを楽しませ続けてきた14歳の皿洗いの少年、レオニード・セドネフが館から姿を消していることが判明した。少年は殺害する対象から外すことが決まり、一発 F 間から通りの向かいの警護兵の宿舎へ引っ越させていた。しかし、自分たちを殺害する計画が立てられていることを知らない皇帝一家は、セドネフの不在をひどく心配していた。 タチアナと主治医のエフゲニー・ボートキンは、夕方に、新任の警護隊長、ヤコフ・ユロフスキーのオフィスまで出向き、セドネフを復帰させるように要求した。ユロフスキーは、セドネフはすぐに戻ってくると伝えて説得しようとしたが、一家は納得しなかった。慎重に殺害の準備は進められ、一家は何も知らぬまま午後10時過ぎに眠りについた。 マリアは幸せな家庭生活を送ることを夢見ていたが、その夢が叶うことのないまま1918年7月17日未明、エッカテリンブルク市内にある一ェフ館で家族、従者と共に銃殺された。ニコライ二世らの遺骨を埋めた場所で誇らしげに記念撮影をするピョートル・エルマコフニコライ二世一家と、その従者らは1918年7月16日の 夜に眠りについたが、翌17日午前に1時半過ぎに起こされ、エカテリンブルク市内の情勢が不穏なので、全員、一発ェフ間の地下2階に降りるように言われた。アナスタシアは、一家のい犬、キングチャールズ・スパニエルのジェミーを腕に抱いていた。自分とアレクセイのための椅子を求めていたアレクサンドラは、彼女の息子の左横に座っていた。ニコライ2世は、アレクセイの後ろに立っていた。 ボトキン医師がニコライニセイの右横に立ち、マリアと彼女の姉妹は使用人たちと一緒にアレクサンドラの後ろに立っていた。その後に、一からは約30分、支度に時間をかけることを許された。銃殺隊が入室し、警護隊長ユロフスキーが殺害の実行を発表した。マリアと彼女の家族はしばらく言葉にならない叫び声を上げていた。 最初の銃の一斉射撃によって、ニコライ二世、アレクサンドラ、料理人のイヴァン・ハリトーノフ、フットマンのアレクセイ・トルップが殺害され、ボトキンとメイドのアンナ・デミドバが負傷した。マリアは背面のドアから部屋を脱出しようとしたが、ドアは開かないように閉じられた。酒に酔った、殺害実行者の一人、ピョートル・エルマコフはドアをガタガタさせて、逃げようとするマリアに狙いを定めた。 エルマコフの弾丸がマリアの太ももに当たり、マリアはアナスタシアやデミドバと共に床に倒れ、うめき声を上げた。その後の数分間で、ボットキン、彼女の弟のアレクセイ、彼女の姉のオリガとタチアナが死亡した。マリアとアナスタシアは負傷していたが、まだ生きていた。エルマコフの証言によると、銃剣で、 マリアを刺してみたが、服に縫い付けてあった宝石によって保護され、最終的に銃で頭部を撃った。しかし、ほぼ確実に、マリアの頭蓋骨には銃弾の傷跡が見られない。また、エルマコフは、アナスタシアの頭部も銃で撃ったと主張している。遺体を建物の外へ移動させようとしている時に、マリアが意識を取り戻し、悲鳴を上げた。エルマコフは、再び、 彼女を刺したが失敗し、静かになるまで彼女の顔をつき続けた。マリアの頭蓋骨の顔面部分は実際に破壊されたが、ユロフスキーは被害者の顔面は埋葬場所についてからライフル銃の大事に部分で粉々にされたと書いた。マリアは確実に彼女の家族と一緒に死亡したと見られているものの、彼女の死の直接の原因は謎のままである。1915年頃、 着物風のガンを身につけたマリア。オリエンタルファッションが当時流行していた警護兵の何人かの証言は警護兵が生存者を救出する可能性があったことを示している。ユロフスキーは殺害に関わった警護兵たちに彼のオフィスに来て殺害後に一家から盗んだ物品を返却するように要求した。犠牲者の遺体の大部分がトラック内地下。 家の廊下に放置された時、大体の時間のスパンは伝えられていた。皇帝一家に同情的で殺害に参加していなかった、何人かの警護兵は、地下室に居残っていた。マリアが生き残ったという主張が、これまでに何度かされてきた。最も有名な例として、チェスラバ・シャプスカがマリアであったという言い伝えが広まり、その孫のアレクシス・ブリメイヤーは、自分を、 アレクセアンジュド・ブルボンコンデ・ロマノフ・ドルゴルーキー王子と称した。彼によると、祖母はルーマニアに逃れて結婚し、娘よがペアタを産んだと述べた。しかし、彼は自分たちの借意悪意を持って使用したと、分断するドルゴルーコフ家やベルギーにある、ロシア貴族の子孫教会から1971年に提訴された後、ベルギーの裁判所で懲役18ヶ月を宣告された。 マリアとその妹アナスタシアであると主張する二人の若い女性が1919 19年にウラル山脈の奥地にある山村で死災によってかくまわれ、1964年に亡くなるまでこの地で修道所に姿を変え、怯えながら二人一緒に暮らしたという話が伝えられている。それぞれマリア・ニコラエブナとアナスタシア・ニコラエブナの名で埋葬された。これより最近では、 ガブリエル・ルイス・ディバルがその著書の中で祖母のグラニー、アリーナは大公女マリアだったかもしれないと主張した。ディバルによると彼の祖母はフランクという名の男と結婚して南アフリカ連邦に移住し1969年に死亡したという。1991年にニコライ二世一家とその従者のものとみられる遺骨がエカテリンブルク近郊の森の中で大量に発掘された。 埋葬地は1979年夏に発見されていたが、当時はまだ共産主義体制下であったために、その事実は公表されずに元の場所に再び埋められた。しかし、発掘された遺骨は9体のみで2人の遺骨が欠落していたため、欠落している大公女の遺骨がマリアかアナスタシアかでアメリカとロシアの専門家の間でジレンマがあった。ロシアの法医学博士、 セルゲイ・アブラモフは、コンピュータープログラムを用いて、最年少の大工女の写真と犠牲者の頭蓋骨を比較してその一つが、アナスタシアのものだと特定し、他のロシアの専門家も、彼の調査結果である、この結論を受け入れた。ロシアの専門家は大工女の頭蓋骨のいずれもが、マリアの特徴であった前歯の間の隙間を有して、いなかったと述べた。これに対し、 アメリカの法医学博士、ウィリアム・メイプルズのチームは、女性の遺骨のいずれもが、鎖骨や脊椎が成熟しており、親知らずが発達しているなど、17歳のアナスタシアに見られるであろう、未熟さの証拠を示さなかったので、欠落している遺骨は、アナスタシアのものであると判断した。1998年に、ニコライ2世夫妻と大公女3人の遺骨が埋葬された時には、 およそ5フィート7インチとされた遺骨は、アナスタシアの名のもとに埋葬された。エカテリンブルクの一家殺害事件6ヶ月前に4人の大工場を写した写真はマリアが、アナスタシアよりも何インチも高く、オリガよりも背が高かったことを証明している。遺骨の一部が破損して欠けていたためであったが、この身長は推定値であった。メイプルズは、 ロシアチームが頭蓋骨の高さと幅を推定するために、損傷された顔を粗末なやり方で復元しようとしたことを非難し、最新の注意を払い、慎重にやらなければ正確な復元は不可能だと主張した。ミトコンドリア DNA を比較した結果、4体の女性の遺骨とアレクサンドラの一番上の姉、ビクトリアの孫、エディンバラコフィリップ王肺に遺伝的なつながりがあることが、 確認された。ヤコフ・ユロフスキーは手記の中で埋葬地とは別の場所で2体の遺骨を焼却したと述べている。2007年8月23日にロシアの考古学者はユロフスキーが残した資料に埋葬地として記載した場所と一致するとみられるエカテリンブルク近郊の場所で2体の焼かれた骨格の一部を発見したと発表した。考古学者は10歳から13歳ぐらいまでの年齢の 少年と18歳から23歳ぐらいまでの年齢の若い女性のものであったと述べた。アナスタシアは殺害当時17歳1ヶ月、マリアは19歳1ヶ月であり、唯一発見されていなかった大公女の遺体はマリアのものと推測された。遺骨と一緒に硫酸の容器の破片、釘、木箱から金属片及び様々な光景の弾丸が発見され、遺骨探索には、 金属探知機が使用された。2008年4月30日に、スウェルドロフスク州の知事、エドワルト・ロッセリは、アメリカの遺伝子研究所で実施された検査で2体の遺骨がアレクセイとマリアのものであったと確認されたと、明かし、我々は今、家族全員を発見したと述べた。2009年3月に、2体の遺骨は、アレクセイと彼の姉の大公女のいずれかのものであった。 ことが DNA 鑑定によって証明されたことが正式に発表された。この結果、皇帝一家が殺害されてから90年以上が経過して全員がエカテリンブルクで殺害され、一人も生存していなかったことが科学的手法によって証明された。1918年7月17日のエカテリンブルクの他の殺人被害者と同じく1981年に 在外ロシア正教会によって、知名者として劣勢された。その19年後の2000年には、ロシア正教会も、マリアと彼女の他の6人の家族を新知名者として、劣勢した。2009年10月16日に、ロシア連邦検察庁は、ニコライに世一家を含めたボリシェビッキによる、赤色テロの犠牲者52名の名誉の回復を、発表した。 2015年9月11日に、ロシア連邦政府は、マリアとアレクセイを家族と一緒に正式に埋葬する計画を発表したが、ロシア正教会は2人の身元確認に関する、さらなる調査を要求している。ロシア当局は、ニコライ2世とアレクサンドラの遺体を再発掘し、ニコライ2世の祖父にあたるアレクサンドル2世の血液サンプルも入手するなどして、身元照合を進めている。 ありがとうございます。